前回のあらすじ。来たこれ来たよ。そして物語は続いていく。こんばんは。今日もやらかしていこうかなと思っているんですけれども、いかがなさいましょうか。操作方法を操作方法すら忘れてしまったから、私たちは一体何をすればいいのか。ほほほほほほ、甘いわ。貴様らごときにやられる私ではないわ。リンゴの、リンゴ軍団め。リンゴの皮をかぶった悪魔軍団だな、こいつら。おっとっと、おお、すげえ、初耳なるのだ。なんでもねえよ。もうあまりにもちょっと、今日はテンション低さの全開で前、行くぞ。うれぇ、貴様らに勝ってる。いや、負ける私ではない。行くぞ。あ、じゃあ、ここで、ここ。おい、なぜだ、なぜだ。撃ちながら行けば怖くない。よし。撃つことによって射程範囲が広がること、自分の体の範囲が広がると予測して、自分の体の範囲が広がると予測をしました。そしてその中で私たちジャンプをするんです。ジャンプをすることによって僕たちは救われるんだ。このキノコたちの笑い声によって、キノコじゃねえや、リンゴたちの笑い声によって僕たちは救われるんだ。ははは、あー、おい、おっしゃ、さあ来い、さあ来い。あれ、ジャンプができない。あれ、ちょっと待って、何今の。え、なんか、いつもこうやってさ、二段ジャンプできんのよ、こうやって。今さ、こうやってポンポンってさ。でもできなかったんだけど。え、どういうこと？で、なんか今ちょっと壁の方さ、壁の方に向かってジャンプしたらなんか、壁蹴りみたいな。スーパーマリオ64っていうさ、まあ、壁蹴りジャンプみたいなことができたんだけどさ、鼻かみてんだけど、もうダメだ。花粉症、僕は花粉症。今回のパートに進展はあるのか。見どころはそこだよ。そこ。いや、それを見どころにしていいのか全く俺にはわからん。これはまず攻略法としてはね、この一番ギリギリのところからジャンプして、これ一番ギリギリのところから二段ジャンプして、よし、ちょっと気合入れてくぞ、これから。ちょっと気合入れてくから、俺。もうね、ちょっと2回連続でちょっと同じところでずっと死に続けるってのは、まあさすがにありえねえから。行くぞ。はぁ、よし、行くぞ。やら、はぁ、はぁ、はい。よっしゃ、危ねえ。これすり抜けるな。いや、こういうことは、行ったぞ、これ。ちょっと頭狂いすぎた。ちょっと待って、何これ、あ、え、これ何、これ無理じゃね、あ、落ちれんのか、落ちれる、おーおおおお、何これ、うわー、なんだここ、ホーム、え、これどうなってんの、足場どうなってんの、足場、はは、何これ、え、何事、さっぱり見分かんねえ。さ、これ下降りれないの、下。降りれた、何これ、なんだこれは。はなんか下にも、アナザーワールドが広がってんな。何ここ世界観がいくつかあるのか。あれ足場が出てこい。来い、うわー、おー、わー。さあ、問題の場所にやってまいりました。これは一体何、家に乗れんじゃないか、家。これ多分足場で。はは、車に乗んのか、車か。わかった。車に乗ろう。違う。今のはわざとじゃない。二段ジャンプができなかったんだ、今。俺。あ、こうやってやるんだよ。そう。こうやってやるの。ホームってなんだよ。どういうこと、車乗りましょう。おかしくねえか、なんか根本的に間違ってんのかな。戻ろうか、ちょっともう一回戻るか。足場なんで下にアナザーワールド、こっち、こっちの感じで、もしかしたらないか、あるわけねえか。いや、こっち、いや、でもおかしいだろう、あそこまで行ったんだよ、だってありえないでしょ、あそこまで。ダメだったか、くそー。前回の最大の失敗はさ、俺はさ、セーブをし忘れてしまったっていうことなんだよ。なぜかって、あ、これは、押したらさ、おしまいじゃね？あそこなんかさ、打ったら、あの、セーブポイント打ってしまったらもあるんだよ。またここからやり直しなんじゃねえか。
ゥトゥトゥ。そう、そのセーブをし損ねたせいで、俺は、あれだよ。なんつうの。うわー、危ねセーブし損ねたおかげで、もう死亡回数がわからなくなっちまったんだよ。これ、これいけんじゃん。おー、いけたいけたなにこれなにこれやばい。ちょ、待ってー、え、ちょっと待って。どういうこと？え、どっから行くの？もう訳わかんないんだけど。え、じゃ、今までのこれ何だったの一体。お！すげえ！これ！ワン、ツー、俺たちの、これから針が、どこ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 。うわ、やべ！ちょっと様子を見をしてる隙に。襲われた。恐ろしい、獣どもに。ちょ、待って、これどういうことなんで何か見落としがあるんだろうか。こっから下はいけないじゃん。この下は無理じゃん、絶対に。この下は無理だべ。ってことは、あそこだよ。あそこどうやって行けへんだ。で、こうやってなって、こうやって行くべ。ちょ、待って。どこで降ってきた？うわっ、ちょっと。下から置くんじゃなく、いやー、三つかよ。なるほどね。いいよ、じゃあ、ここでセーブするから。いいよ、もう。わかったよ。やるよ、こっから。俺、あそこ、だって、ここの謎を解明しなきゃいけない、俺は。謎を解明しよう。このまま行けばいけんじゃね？あ、行けたかもしれない。あ、無理か。無理だな。早く。早く。俺たちは、行くよ。はい。はい。降りる。下から行く。ほら！どうなる？来るんじゃないか、これ。来るだろ、絶対に。やべえ、登り剣。登り剣。あ、一発ジャンプ。一発ジャンプ。一発、一発、一発、一発。二発ジャンプ。一発、一発、一発。二発ジャンプ。一発、一発。来るだろ、俺。はぁ？え？え？なんかしかも震えてんだけどな、上の針が。え、ちょ、待って。これ罠か、これ。これもう積んだんじゃねえか、これ。もう伝説の積んだな。もうな、俺には全く意味のわからない。これから、闇の砂漠へと、心を奪われてしまうだろうか。はははは。男になりたい。アイワナビーザガイ。男になりたいところじゃねえ。あれ？あ。これ古いだろ。やべえ、やべえ、こうやっていけたか。ちょっと待って。なんであれ揺れてんの？なんであれ揺れてんの？ねえ、ちょっとどういうこと？そう、そう、これ。なんでこの上のやつ？ 1、1、1、2回ジャンプ。1ジャンプ、2回ジャンプ。こういうことだ。あー、上がった、上がった、上がった。引っ込め、引っ込め。引っ込めよ。あれ？引っ込んだ。よし、引っ込んだぞ。で、これでもう一回。いけた！はっはっは、あー。何これ？あ、これさっきのとこじゃん。は？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ルームオブディバイン。ディバイン。トランスポーテーション。デバインってなんだ？分けるとかそういう意味か。分かたれる。なんかどっかね、いろんな部屋に行けるってこと？あ、多分ここあれだ。きっとなんかね、あれだ。多分どっか連れてくれんねん、これ。だ、今死ぬけど、だ多分物語進めていくうちに、きっとなんかワープできるようになるとか、そういう、あれだとほら、睨んだ。あぶね！なにこれ、なにこれ、なにこれ。乗れと。行けと。行けと。あ、ああ絶対、なんか今撃たなかった。なんか今撃ったべ。あ、絶対来ると思ったけど、なんかもう何がさ、ただで終わるわけがないもんね。やめろ！もうこっから、もうやだよ、こっからスタートとかも。こっからでいいんじゃないか、もうこっからスタートにしようぜ。危ねえ！はい。あ、これでセーブすればいいんだ。よし。これでセーブしました。はははは。俺の勝ちよ。またどうするかな。おい、おい、あれ、今日も僕たちは謎を解きに行きましょう。おい、おい、おい、すごくね？行ったよ、これ。はぁ？ちょっと待って、これどういうこと？そう、これはちゃんと、俺はちゃんとこう謎を解明しなければならない。ギリギリまで引きつける。やっちまった。ジャンプしすぎた。ジャンプしすぎに注意。僕たちはマリオになるんだ。はっはっはっは。さあ来いや。さあ来い。はい、ジャンプ。はい、ジャンプ。はい。は？何事これは。彼ら何をしてるの？何、俺たちの死体を集めてるの？死体行ってみようじゃん。
学習しないとはまさにこのことか。3、4登りまーす。ジャンプしまーす。行きまーす。はい、ジャンプしまーす。はい、落ちまーす。いけんじゃね？あ、上がった上がった上がった。多分下に行かねえゲームだ。下が次の目的地なんだよ。だけど、まずあいつを殺さない。だ下に行くためには、あいつを殺さなきゃいけないんだ。あいつ。あれ名前忘れたけど。兵法じゃねえな。パックンチョ。ダメだ。もうすでに。開始20分も経ってないんだけど。もう集中力が切れてしまった。どういうこと？ちゃんと、ああ、もうあれも体全部、こいつに身を委ねなければならないのか。俺はちょっとためらがあるんだよ、ちょっと。なんともジャンプしながら、俺多分ジャンプしながらちょっと右に寄ったりしてんだよきっとなんか。だなと全部左にやってないっていうか。ちょっとこれダメだ。よし、行くぞ。こう。惜しかったなぁ。ちょっとなぁ。コツは分かった。問題は、なんつうの。全力を傾けるという。そういうことだ。はぁ、今のあれだ。コンマ1ミリのあれだよね。あの真ん中の針を避けるために一回戻るけど、そのなんつうの、戻る範囲も、なんかめっちゃ、なんつうの、狭めなければならないっつうか。すげえ、あれだよね。神経質な人には向いてるかもしれないな。ここのからくりは。来たこれ、うらぁ、死ね、上がった。俺なんで気づかなかったの？そう、あいつを殺す方法あるんじゃねえか。だってわざわざあそこに足場があるんじゃねえか。足場があるってこと。くそ。あれだよ。あの、一番左のさ、場所あるじゃん。一番左のとこ。あそこに入って、何をするかっていうと、まあ、それは見ても楽しみということで。それはもう今日の目標にしておこう。よし、くそ、油断しすぎたか。入った瞬間に殺さなきゃいけない。これ攻略法としては左押し続けなきゃいけないんで、基本的に。でここでまあ避けつつ、ドキャッツ、ちょ、待て、これどういうことだ、これ。殺せねえぞ、こいつ。は？ああ、そういうこと、分かった。そういうこと、分かった。ちょ、どうすればいい。どうすればいいの、これ。来い。え？これどうすればいいの？あのキラーで殺せってことでしょ、あいつを。マジで言ってんの？この俺の持つ銃で殺せんじゃねえのかよ。マジで？これどうすればいい？無理じゃねえか。なんかあんのかな。おい、ちょっと試しに、あれだ、こいつ撃ちまくってみよう。今撃ってるからね、俺。このタコ銃撃ちまくってるから、こうやって。貫通してるよな、銃が。当たってねえか。当たってる。無理じゃねえか、これ。だってこれ、上に乗っかったら、この人あれでしょ、だって。うい、さあ、僕たちは、今日、